この日本先発を作るっていうこの企画を通してどんな思いでやってるかっていうのをちょっと教えていただきたいです。やっぱりバルセロナに勝ちたい。いつまでもバルセロナに憧れたままじゃ絶対に世界トップレベルの選手にはなれないと。日本の選手たちがこんなにいい選手がいるんだぞっていうのを世界に見せていきたいなと思ってます。あれもできるんだというふうに見たいから、どんどん自分の得意のプレーをね、表現してほしいです。はい。たくさんみんなの良いところを見たいから、緊張してる選手もしてない選手もいるかもしれないけど、とにかく 120% で、プレーしてください。はい。はい。このグループいいなとか、なんか光る選手もある。そうですね、やっぱ千葉会場に関しては人数少ないんですけど、うん、キーパーが3人いるということで、まあ、キーパーが特にね、まあ、個人的には気になってます、うん、3人って珍しいですね、この人数で。珍しいですね、本当、本当に今キーパー絶賛大募集中なので、はい、こういう時にもまだ今日初めての形ばっかりなので、やっぱ自分の殻を破れずに、おとなしい子が多いので、うん、やっぱバルサとやるってなったらおとなしいままじゃ絶対戦えないので、どんどん自分の殻を破って挑戦してほしいなと思います。なんか中にはなんか引っ張ってこれやろうみたいな発言してる選手も何人かいましたね。そしたらもうそれが8人、うん、まあ、スペインなんで7人制なので、7人揃った状態でバルセロナに挑みたいので、はい、もっともっとやっぱそういう風に周りを引っ張れる選手が欲しいなと思ってます。よし、始めるよ。普段からスピードアップ出したらさ、走ってからさ、今日やんこうやって目をここから引っ張ってない、目を引っ張ってくれるから体の引っ張ってくれるキーパーめっちゃいいですね、あの子、うん、どういうところよ、ビルドアップも変われるし、声も出せるし、安心感が何よりすごいですよね、ああいう子がいたらめちゃくちゃ。言ったこともすぐできるから、うん、今のプレーだってボール出した後のところ、さっきアドバイスされてましたね、うん、素晴らしいですね。
いいとこ、自分のなんか良さってどこだと思う？足の速さとドリブル。ちなみにこのセレクションを受けたきっかけとかってありますか？行ってみよう。コマンの短髪、うん、に、うん、で面白かったし、特にこの会場は人数少ないけどいろいろ個性がねたくさん見れてると思う。例えばドリブル得意な選手はどんどんドリブルしてるし、ディフェンス得意な選手はどんどんボール奪いに行ってるし、すごくいいんだけどもっとできるはずで、キーパーに関してはみんなの前であえて言うけど福岡、広島、大阪でもあったよね、セレクション。で今日は4会場目、全国6会場のうち今のところ一番いいから OK だから、めっちゃ 声かけてるやん、試合中に声出したら別に合格するわけじゃないよ。でも、なんていうか、バルサと戦うときに声出せるか出せないかってさ、すごい大事やん。やっぱバルサってめちゃくちゃ強いやん。そこにビビってから声出せない選手って絶対出てくるんよ、今のうちから声かけとかな。声かけた方が周りも助けれるやん、チーム盛り上がるやん。そういう選手もすごく必要としてるから、もっと自分たちでさ雰囲気良くしてどんどん声かけ合っていこう。 OK、はい、まだできるはずと思ってるから、うん、いい。大丈夫、バルサとやっても多分ひるまずにどんどん行くだろうなと思いますね。技術も大切だけど、うん、メンタルの部分もすごい大切にしてるんですね。どんだけいいもの持ってても結局はメンタルのとこで自分のプレー表現できなかったら何も意味ないものになるって、うん、だからメンタルのとこは逆にもベースですよね、うん、でも技術を最後乗せてあげるというか。うまいんですか、面白いですか、あるんですか。なんか今日のセレクションでなんか意識してることとかありますか？意識、うん、こう頑張ろうって思ってる。ブロックするときにすぐ突っ込まずに相手を待って、相手がボールを離した隙にボールを奪う。なるほど。なんか見てて声がすごい出てるような気がしてるんだけど、それは意識してる？意識してない、いつもやってる。ああ、なるほど。いつももうチームでも声出すことはもう当たり前にやってると。なるほどね。じゃああとここで最後、自分の、なんだろう、アピールしたいところとかってあります？アピール、うん、自分のこういうプレー見てほしいみたいなところ。シュートストップ。シュートストップ、そこが自分の長所。じゃあこれからも頑張ってください。はい、はい、両方回った、これがオフサイドラインと思ってよ。フリーマン含めて黒チームが、スルーパスもらう。でシュートまで OK、はい、オレンジの選手がこっちのエリアでボール奪ったらこっちのエリアで4本回す。でこっち側にスルーパス。
こっちのエリアでボールがあったらここで4本回して反対側に切ると。 OK 分かった。このボールから相棒キーパーいるぞ、そこ入ってるけど、どういうふうに取ったの、これオレンジのチームは。ここ2人もいる。コートどこもある、コートは。はい、これ用意した。ずっとなくて、ガーマン寄らない、ガーマン寄らない。はい、切り替える、切り替える。はい、ちょっとよく広げた。はい、じゃあいい、ナイス。大人ホンダ、オフサイド。オレンジボールから行こう。キーパー囲われ、一番のフリーマーでキーパーが、ナイス、ボールのとこ見た。バックパス決まった。オレンジボールやったやん。じゃあこのオレンジの選手がここゆっくり戻るんじゃなくて、こう手を切るんだよ、手を切りながら。 OK、 じゃあさ、体の向きが悪いまま戻ったらどうなる、これ。前が向けないやろ、チャンスをチャンスと感じれんやろ。後ろ向き相手に対しては次はどうする、強くいけるよね。じゃあここのキーパーに入った瞬間、ここ出すのに全部作る。 OK、 体の向き作る。全部のポジションもちろんそうやけど、特にキーパーに入った時意識しよう。 OK、 意識しよう。スタート、オレンジです。ディフェンスディフェンスで、この間だけさせたらけど、今1よ、今1やぞ、まだ1やぞ、2、3、あと1本、4、はい、スルーパスいける、全部ナイスボール、ナイスボール、惜しい。はい、続けてよ、続けてよ、そっちのエリアから。2、3、あと1本、4、はい、スルーパス準備。いやー、うん、いけるか。どうだった、セレクションは。楽しかった。みんなの良いプレーが見れて、コーチもすごく嬉しかったです。間違いなくオルコトは、この中から、合格するメンバーが出てくるので、コツタコに関しては逆にいつかコーチとまた出会った時にコーチを見返せるように努力を続けてください。はい、頑張っていきましょう。はい、そしたら今日はありがとうございました。ありがとうございました。ただいいな、めっちゃ。あの子ばっか褒めてません、大丈夫ですか。